今回は新緑の季節にぴったりの廃線跡を歩いてきました。最大勾配 66.7パーミルの急勾配だったかつての難所碓氷線、今もなお残る遺構に温泉に廃線跡を走るトロッコ列車まで、碓氷線を大満喫してきちゃいました。桃の乗り鉄日記。お、並ぶ客車いいですね。高崎運転所です。今回は青春18切符を使用して、まずは高崎駅へと向かい、高崎駅からは新越本線に乗車します。山がめちゃくちゃ間近に見えるね。ね、すごい、山肌まで見えるもんね。木の一歩一歩、木の一歩一歩違いすぎなんでしょ。確かにあれは全部筋だね。花粉バフッと出すよ。いやだって黄色く見える気がする。お天気も今のところ良好でございます。都心の駅から約2時間半、本日の目的地は、おはようございます。というわけで本日は高崎から新越本線に乗りまして、横川駅に来ております。いや風が強い。というのもですね、今回このね車止めが見えてるということで、本当はですねこの先にも、新越本線は続いていました。横軽か碓氷峠越えですね。最高 66.7パーミルを EF63 で走っていたというね、が牽引してね走っていたという、そこにも行きたかったんですけれども、まあちょっと時代的にはもう今は走っていませんが、本日はその廃線跡がアプトの道というね、 EF6 歳になる前はアプトで、が牽引していました。その道を歩こうかなと思います。というわけでゲストはこちらです。ちゃ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 、どうも山本さゆりちゃんです。はい、よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、うん、歩くの13キロぐらい歩くのあるのかね。そうだよね、きっと、うんうん、楽しみね。楽しもう。いつもうちら歩いてばっかよね。そうだね。はい、廃線跡を巡ってこうと思います。行ってきます。最大勾配 66.7パーミル、急勾配で知られていた通称碓氷線。その中でも1963年、60年以上も前に廃止になったアプト式時代の廃線跡を今回は歩きます。まずは JR 横川駅からスタート。廃線跡は整備され遊歩道アプトの道になっています。この道をテクテクといくつものトンネルを越え 6.3キロ、遊歩道は軽井沢までは行かずに旧熊野平駅までで折り返しとなります。いやー、やはりこれ圧巻ですよね。碓氷峠鉄道文化村でございます。その横にですね、ウォーキングトレイルアプトの道起点があります。あ、でも往復で12キロか、旧熊野平駅まで行って戻ってくる予定となっております。はい、ちなみにあれがあのトロッコになっていまして、で、そうそう、このトロッコであの峠の湯までかつて の、 その廃線のところ走ってるという、本当はこれにね乗りたいなと思っていたんですけど、土日だけなんですよね。そうね、今日は平日、はい、はい、なかなか進み出せないよね。花越しの用8841、進むぞ。その後ろにいる EF6 さんもいるからね。6さん、うちらも横軽間を行ってきます。軽井沢までは行けないけど。かつて碓氷線を走っていた6さんに挨拶をした後は、なんか早速なんかスポットがありますよ。観光案内所だって。こちらは安中市観光機構。おはようございます。中では安中市のお土産販売や碓氷線の歴史が分かる展示もありました。どこまで行ったんでしょう。あ、歩いて熊野平まで行こうかなと。ああ、これがさ、旧熊野平、これイベントもあっててさ、イベントの時はとあの軽井沢までのところも入れるし、ね、道とかもね、うん、あれで碓氷線開業130周年で、碓氷線電化から111年、アプト式急線廃止60年、碓氷新線開業60年という歴史の中で、急勾配のね克服のための努力が続けられて、
そして、このアプト市鉄道の時代、粘着運転の時代、北陸新幹線へ薄い登場後の遺伝子が受け継がれていることをテーマにした展示をしている、うん、その中でこんな体験コーナーも。100年前のアプト。あ、え、え、え、めっちゃ上がる。あー、結構重い。結構重そうな。100kg も持ち上げた。悔しがってる。あ、ちょっと上がった。もういいぞ。これが、これじゃなくて腰がやられます。助けられますね。これで先にやるんですけど、この真ん中にですね、はい、これが今、これ3枚重なってるんですね、はい、ここ縦に。これが3枚も、うん、へー。で、ここに電車の下、お腹に歯車があって、はい、そうそう、滑らないようにこう、うんうん、あー、カタカタ。ありがとうございました。いろいろ勉強になったなと。だからまずちょっと関所についての資料展示館があって、江戸時代関所を取らないと危険になっちゃったらしいんで、関所見てきますか。ちょっと見よう。いや、車両天国ですよ。ね、いや、この姿を見られるのはいいっすね。展示車両に心を奪われつつ関所行きますか。めちゃくちゃ普通のね、道路のところにポンとあるんだね、関所。こちらは薄い関所跡、関東の出入り口として重要な関所で、関所破りは死刑や流刑など重罪だったそう。遥か彼方から人の往来がある場所だったんですね。これだってもうこの門地及び門の扉は当時使用されてたものだったよ、本物。東門が、ここに、ね、復元されました。からいろいろあったんだろうな。ロクさんの体験運転をされてる方がいますね。これは教習だろうな。これもね、うん、たくさんという人1000回以上やってるらしい、書いてた。今日はじゃあ1000回目かもしれない。運命的だね。ロクさんの11が入ってきました。でさ、運転してると音がまたすごいんだよね。ロクさんを横目に見ながら。じゃあ全然進んでないもんね。そうなのよ、まだスタートしてない状態今。いや、ちゃんと多少歩いてる、多少歩いてる。いいよね、この辺はやっぱ見ちゃうよ。見ちゃうよ、しょうがないよ、鉄だもん。許してくれ。特急浅輪、なんかこれ国鉄のさ、独特のこの鉄道です、ね、隣のロクさん運転してたところも入ったよ。めちゃくちゃまっすぐだね。これでもさ、やっぱあのトロッコ通ってるっぽくない？そうだよ、うんうん、でこれさ、前にさ明らかにウォーキングしているお母さんいるんだけど、これここでさ毎朝ウォーキング来たらいいね。いいよね、うん、これが変電所跡ですかね。スタートから 2km だけど早1時間、やっと一つ目のスポット、旧丸山変電所に到着です。こっちが機関室、こっちの蓄電室には、電池室には機関車が峠にかかるときに必要な電力を補うため312個の蓄電池が並んでいたそうです。充電中は室内に水素と有害物質の硫酸雲霧が大量発生するため、窓室戸などは通風停止するように工夫されていたそう。こちらの機械室は発電所から送られてきたその交流電気を直流電気に変えて蓄電池室内の蓄電池と機関車へ送電していました。
丸山変電所は工場建築に近いため華やかさには欠けますが、正面入り口や側面には控えめながら装飾的な要素が加えられているそうです。いや、すごいシックだよね、うん、この感じが逆にいい。ちなみにこの丸山変電所はこの雨水線のね、機関車の電化に伴い作られたものですと。明治45年ですよ。それでですね、雨水線は日本で唯一アプト式を取り入れ、日本一の急勾配である雨水当時 66.7 パーミルを超えていましたが、遅い速度、低い輸送力、トンネル内での煙、めちゃくちゃいろいろあるね確かにトンネルを置いた煙大変だろうね当時ね。日本で最初に電化されましたと。この変電所の役割は発電所からの電気を機関車に供給することでしたが、昭和38年の新線開通に伴い丸山変電所はその役割を終えましたと。国の重要文化財でございます。素晴らしいここのおかげでね、急勾配の上り勾配にね、上ることができたんです。312個並んでた姿見てみたくなるね。圧巻だろう、うん。これちょっとこう、なんかまるでホームみたいになってるけれど、なんか、ね、しかも中見えるのね。あ、見える？中はこんな感じでございます。これあれだね、多分そのアプトのトロッコじゃない、峠の湯まで行く薄い当時鉄道文化村のトロッコ列車の停車駅じゃない。うん、謎のトーテムポールが再びお散歩開始。ここの間こうなんか2線で結構間があるんだね。あ、下に川があるのかな、ぽいね。法華経のね、内宮静かな山の中を歩いております。橋梁も残っております。ここで驚きの出会いがありました。あ、なんか野生動物がいた目の前に。猫かな。猫だといいなお兄さん、野生動物見てるよ、うちらも会いたい。その野生動物とは、猿がいっぱいいる。猿だ、猿激写。しかもね、ちょっと1人2人3人、一番近いところにいる。あ、本当だ。普通にいるの。そう、やっぱ横川駅でさ、ドア開けちゃダメって書いてるよ。そういうことだね。10匹もいるの。いや、道結構いる。本当だ。お猿、でもお猿やっぱ群れでね、暮らすからかね。あ、大きい猿いる。猿激写って感じなんだけど。可愛いね。葉っぱ食べている。もちろん餌やりなどはダメですが、野生動物に会えるのは興奮しちゃいます。めちゃくちゃ小猿だわ、こりゃ。可愛い。え、うわ、もう、奥にもいっぱいいる。すごい。猿のワンダーランドですね。みたいな感動しちゃいました。お元気 で。さっきね、サイミンが言ってくれたけど、分かる感じ、結構登ってきたなって感じする ね。これ見るとここから先は一応立ち入り禁止で一回迂回する形になるんだね。結構登ってきたね。あ、そうだよね。そう、これがあれが峠の湯かな。ぽい。これもともと使われていた。あ、ちゃんとに設計、日本国有鉄道って書いてるよ。昭和40年、そう、6月26日に着手。だって身長157ぐらいだった、うんうん、結構ギリのね。ギリ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 ここの上をさ、うん、雨水線が走ってたんだってことだもんね。ここもさ、ここまでだもんね。あ、そうか、ここまでで峠の湯。これさ、勾配すごいね。そうだ、ここがね、トロッコ列車シェルパくんだの終点です。片道だと700円で乗れるんですな。時刻表がある。今日4月、あ、今日やってんじゃない。やってるっぽい。え、4月1日え、やるんじゃん。あ、じゃあ帰れ、これで帰れる時間ね、3時40分。オッケー。なんと、乗れるかもってこと。嬉しくないですか。嬉しい。じゃあ3時40分目指そう。そうだね、気合です。はい、道はまだ続くんですが、はい、力持ちですよ、山本さん、はい、これは食べずには。創業250年余りですよ。階段がある。行きます、はい。
訪れたのはレトロな佇まいが味のある玉屋ドライブインさん。鉄道ファンも多く訪れるとのことで、店内にはお客さんが持ってきた写真がずらり。やっぱこれだけさ、薄い線のファンがいるんだなって思うよね。そうだね。みんなで置いてってくれたというのって、多分私本当に車あるんですけどっていう番組のロケで来たと思う。多分熊野平駅で販売してたの。ね、駅売りもしていた力持ち。これは食べたい。そうじゃない、アプト式の時代だよ。アプト式だから相当前だよね。出来たてお届け200円。これから行くメガネ橋だったりとか、熊野平駅の昔の様子です、ね、そこに合わせて、あ、私のサインがある。本当だ、すごい。ありがとうございます。取っといてくれて嬉しいね。それでは早速シンプルに力餅をいただきます。地元のお米を使ったつきたてのお餅とコーヒーがセットで650円。以上ですよ。以上ですよ。じゃあこの、はい、熊野平駅の出られてたという254年の歴史ある。いただきます。切るともちっとしてて最高に美味しそうなんですけど。一緒に食べる。あ、じゃあ一緒に行こう。せーの、せ、うん、美味しいね。甘いんだけどさ、上品な甘さだから、うんうんうん、さっぱりしてる。美味しい。すごい染み渡るんだけど、ね、うまい。、ね、疲れた体が糖分を欲していた、ね、欲してたね。そこにね、アイスコーヒーで。今日はおしゃれです、うちなんかね。いいよ、いいよ、いいよ。疲れが入れるよ。休日過ごしてるよ。確かに。よき。これをさ、うんうん、熊野大来駅で買って食べた人もいっぱいいたんだろうね。ねえ、そうだね。名物ですから、うん、これ名物、今もね、食べれてよかった。ねえ、お餅ビヨーン。うまかったね。美味しかった。いや、しかもさ、その後さ、うんうん、あのおかみさんがね出てきて、そうだよね、いろんなこと教えてくれたんですけど、ね、うん、ちょっとそれを私たちもね忘れないように、そう、この動画の中でフィードバックできればなと思います。早速お楽しみのトンネルに行こうと思います。行きますか。なんかさ、風が吹いてくるね。ちょっとさ、冷ためのきますよ。あ、寒いかもね、これ、うん、寒そう。これでもナイトウォーキングを、うん、今最近日にち限定でね、観光の人がちゃんとこうアテンダントさんついてやってるみたいなんですけど、その時はなんかプロジェクションマッピングするって言ってたよね、トンネル。あ、これ対比、対比だね。そうそう、あの列車来た時に、はい、そうそう、本当にここ今もちゃんとライトアップされてて綺麗だね。綺麗、よかった、明るくて。あ、ほん、幻想的、すごい、ね、このアプトの道では10ものトンネルに入ることができます、うんうん、これ一つずつさ作ったっていうのはすごいよね。うん、まあ、どこのトンネルもそうだけど、うん、特にこの今照らされてるところのレンガの、うん、味しかない。第一トンネルから興奮マックスだね。まだあるよ。トンネルを抜けました。こっちからが中山道だ ね、 ね、サイメンが歩いてみたい中山道。歩いてみたいんですよ。確かにね、こっちの方がこうシンプルだね。そう、裏って言ってた通りだった ね、 ね、このさ、細いと言ったらだけど、このだいぶね下が崖的な場所を、ここを列車が、しかもここも勾配すごいね、うん、第二橋梁。あ、なんか今完璧に遊歩道だけど ね、次は第二トンネルです、はい、やっぱこうトンネルの入り口ってこう風が吹いてくるね、冷えたさ、ね、これでもなんかこれで補強してんのかな、
骨組みで、骨組みっていうのかな、鉄骨、鉄骨上セメントもう何もかも分からず言ってる、何かで固めて補強してるね。うわー、かっこいいな。もうさ、風が吹くから列車が来る気がしちゃうね。ちょっと焦る。スタンドバイミーでゴーッつって、なんかあれに入らなくて、あれに入ればいいから。そう、すごい近くを走ってくだろうね。いや、怖い。石は飛んでくるよね。こっちが入ってますな。水が持ってるってことだよね。第2トンネルも抜けました。ちょっとアプトの道は外れるんですけど、薄い子が、ダム湖か、見えてるね。せっかくだからちょっと降りてみましょう。ね、めちゃくちゃ綺麗、空と湖と。時間があったらやっぱここで薄い子ね、一周とかっていうのもできるみたいです。なんかすごいズームにしたんですけど、トンネルっぽいのもあるよね。なんかトンネルに見えちゃう。これ一周するときにあれ歩けるみたいな。なのかね、こういう橋も歩くの楽しそうだよ ね。いや、坂を登ってきた後にこの急勾配よ、すごいね。ね、これね、動画で伝わるでしょうかって感じ。ね、どうだった。このコーヒーハウスミニミニも行ってみたいなと思ったんだけど、ちょうどね、薄いの湧き水で入れたコーヒーのお店ですよね。ね、ここも行ってみたい。アプトの道から行きやすいですもんね。もうね、階段登れます。うん、勾配がきつくなり、杉も出て、杉花粉も飛んでる。杉花粉ももう見える気がする。見える気がする。山中におります。そ、こっからしかもトンネルめっちゃ続いてない。めっちゃ続いてない。あれ、すごい、3連続。そっか、5個あるって言ったけど、第3、第4、第5はこんな近いんだね。こりゃ美しいわ。本当に歴史の重み感じる重厚な作り、まるで遺構のよう。やっぱところどころ補強してるんだね、きっとこれもね。そうだよね、もともとやっぱレンガだもんね。そうだね。つららあり頭上注意って書いて、さ、最近まであったっぽいね。もう今はないもんね。はぁ、こう日の光とこのトンネルの中に入った時のひんやり感の落差がすごいね。わっ、あ、ほら声響くよ、やっほー。でも、まあ、帰っては来ないか。やばいじゃないか。あ、水の流れる音がする、ね。あ、ポタッと落ちてきた今。上から私の服に落ちてきました。トンネルの。つららが。そうか、そうやってつららできたんだろうね。ほらほら、落ちてるの見えるよ。本当見える見える。ちょっと止まってみます。雨音すごいよね。要注意だよ。第5号トンネルです。補強した下がレンガが見えています。やっぱそうしないとね。さあ、トンネルもおしまいです。多分これがメガネ橋なんじゃない？これ？うん。これですよ。こっちから行ってみる？うん。うわあ、すげえかっこいい。え、すごい。この上から見るメガネ橋ですよ。かっこいいね。明治25年、1892年に作られたメガネ橋。川底からの高さは31メートルと国内最大級の橋です。メインが気づいてくれたけど、これラックレールかね。これなんでここなのかなっていうのを思う。確かに気になる。何に使ってたんだよね、これ汚れになってるみたいな。そうだね。わかる方、よかったらコメントで教えてください。すごいね、次のトンネルはこの山をぶち抜いてるのかね。すごい、メガネ橋からは廃線跡が見えますね。なんかその前、その仕事の時ドローン飛ばしたんだけど、あの草とか生えて、上から見るこの廃線跡っていうのは迫力あったな。ね、ポツンと山の中にあるね。奥にも2線ありますな。こちらは六さんが走行していた碓井線新線の廃線跡。現在は立ち入り禁止ですが、
ここから眺めることはできます。なかなかの高さで山本さんは怖いそうです。メガネ場所を渡り、はい、あとまた5つ、この第6号トンネルです、はい、まだまだあります。でも次の熊野平駅まではあと 1.3 キロです。なんかこっちの方が真っ暗じゃない？わあ、苔むした感じがかっこいいね。でこっちの方がこう最近まで使われてた感がちょっとリアルな感じがするよね、うん、詳しくないからさ、うん、こういうのなんだかよくわかんないけど、うん、こういうの見るとあ、ここに列車が走ってたんだなと思って、ね、歴史を感じる ね、 ね、6から急に ね、 本格的になってる。ちょっと高くなってきてる。勾配上がってきてない。そしてそうきっちり重みを感じてます。自分の体の重力感じてる。これまた幻想的ですな。でよくさ、確かに列車乗ってるとこういうとこあるよね。チラッと見えるんだよね。でもさ、蒸気機関車とかさ、こうやって煙に逃がさないといけなかったのかな。そうだよね、逃がさないと。うん、これね、岩肌が見えてますよ。でもこれだけ見れてもさ、古代遺跡みたいじゃない？トンネルです。綺麗。なんか人の足音がボイパに聞こえるね。響くからも。お、長いトンネルを抜けました。落ち葉がめっちゃある。ね、また今度のね、あ、これ第四橋梁です今度。ここはね、いやー、列車が走ってたと思うと。高いとこにいるね。うん。旧橋梁を渡り、つまりじゃあもうトンネルとトンネルの間が橋だったんだね。あ、そうだよね。ね。7号トンネル、今度は短いですね。第8号トンネル、8の終わりが見えて、9の終わりももう見えてるよ。そしてこちらが第6橋梁です。あ、ちょっと汗ばんできたよ、伊藤は。9号トンネルのね、入り口横にはマークが。なんだろうね。はあ、後で調べてみます。はい、こちらは、次の信号機の現状をこの標識地点で確かめ、看護するための信号警報というそう。なかなか山道を越えて。標高高いよね、本当。確かに。10号トンネルに入ります。はい、この先に、旧熊野平駅が。あります。いよいよだね。さっきのね、力持ちが売ってた場所。さあ、ゴールはもうすぐ。最後のトンネルです。熊野平駅に到着です。はい、旧鉄道施設内は危険なためって。ああ、ここでございます。はい、熊野平駅でございます。はい、熊野平駅では触れずにはいられない事故もありました。はい、こちらには先ほどね、力持ちのお母さんも教えてくれたんですが、この殉難期っていいのかな、昭和25年6月9日早朝、突如として山崩れが起こり、一瞬にして埋め去られた職員と家族50の御霊を末永く祀るため、全国の国鉄職員から寄せられた錠剤で設立されたものです。このね、熊野平のあたりには、あの国鉄職員の方のね、あの、うん、宿舎と感謝っていうのかな、うんうん、があってってことをさっきそのね、お母さんに言ってたね。この、はあ、この見て、架線も錆びた状態ですよ。うん、線路を渡り、熊野平駅は薄い線が単線だったため、上り列車と下り列車のすれ違いのためのね、場所だったんだと、蒸気機関車への給水給炭の目的で設置されたましたと。急勾配やアプト式という特殊運転方式を取らざるを得ず、動脈にできた血栓のようにアイラとなってしまう宿命を背負ってました。このため薄い線には常に輸送力の増大が求められ、新技術の投入によって解決が図られ、熊野平駅も待避線の設置や突っ込みの道のね、設置など改良を加えられました。急勾配のためにこの道が煙突の役割を果たし、煙によって乗客や乗務員が大変な苦痛を強いられました。この煙の解決と輸送力増大のために、今電気機関車、明治45年ですよ、
その後昭和38年にアプト式の旧水線の廃止と、この41年に薄井新線の複線化により熊野平駅は信号所に降格となり、平成9年の薄井線の廃線とともにその使命を終えました。だってここにあってアプト開通の日ってあるもんね、うん、ここでだからあの力餅を売ってたんですね。あね、そうだよ、ね、どの辺なんだろうね。でこのホームのところなんじゃないのかな、うん、こういうとこだよねきっとね、うん、落石とか信号機とかさ、風がその当時のまま残ってるのがすごいね。アプト式が廃止後も変電所は残された熊野平駅、1937年戦前に作られた熊野平変電所もそのまま残っています。4つトンネルが並んでるのはこうなかなか迫力あるね。この先も道は続いているんですけれども、あれだね、この先は特別なね道となっておりまして、ちゃんとこう許可がないと入ることができません。ナイトウォーキングとかでね、ちゃんとこう引率の方アテンダントの方が行った時だけ歩けるらしいから、歩いてみたいよね。ということでアプトの道の終点に来ました。はい、到着。いえ、本当はねこの先にも行けるんですけれども、うん、このさ、本当はこの先にもアプトの道というか、ね、続いてるんですもんね。軽井沢まで続いているんですが、うん、私たちが歩けるのはここまでで。そうです。実際こう歩いてみて、うん、こんだけの勾配を、ね、うん、列車が登っていったんだということとだったりとか、うん、一つ一つの作りの凄さをまじまじと見れてね。そうだね、めちゃくちゃかっこよかったです、うん、はい、でもまだね、うん、ここからまだ自力で帰らなきゃいけないんで。そうなんですよ。この後ちょっと温泉に入ろうかなと思ってます。楽しみ、食べ物も楽しみだよ。イエーイ。再びえっちらおっちらとトンネルを越え下り道を歩き、峠の湯まで戻ってきました。はい、歩いたね。歩いたね、疲れたね。いやね、結構足に来てるよね、はい、こちらではなんと温泉に入れるということで、はい、峠の湯でございます、はい、あ、綺麗。偶然にもこの日はリニューアル初日でした。入館料は大人で700円から。一袋浴びた後はお風呂上がりのすっぴんでございます。乾杯。乾杯。やっぱさ、運動した後最高だね。確かに染みるわ、染み渡りも。湯上がりセットでございます。そしてお風呂に入りましたね。ね、もう綺麗だよ。お風呂偉大だね。うん、気持ちよかった。しかもここ後ろにね、あの見えるんですよ。線路が見える。すごいよ。いやー、あ、そっか、ここまで走ってるね、トロッコの。あ、そうだ、ね、そうだ。素晴らしき。いえ、ね。そしてハイボールとおつまみ3種と。がついた湯上がりセット1000円とポテトです。疲れた、熱煮込みでね、盛りがいい。締める。うん、そしてやはりはよう、日本酒とかもあったね、ワインとか、うんうん、やっぱ湯上がり多分ね、ビール飲める人はビール飲む。あ、そうだ、ビール飲む。ちょっとのんびりしようと思います。おー、来た。本日は春休みだから来てるみたいですよ。2時40分の回です。初のですね。私もたちも帰りは歩かずこれで帰ろうと思っております。10分前入線ですね。お、動き始めた。この峠の湯と薄い鉄道文化村間 2.6km を走るシェルパック、薄い線の下り線を利用して走行しています。片道は700円、往復は1200円、乗れることが嬉しい。シェルパ君が今入線してきました、はい、お風呂に入ってお酒も飲んですっかりいい気分でトロッコ列車に乗車します。なんか入線の音がさ、うんうん、配線跡に響くっていいね。そうだよね、うん、わーい、シェルパくん乗れますね。ね、乗れるね。乗れると思ったよね。ね、今日春休みだからやってるし最高だね。うわ、軽井沢側の車両はオープン型客車、冬はアクリル板付きの窓ガラスのないオープンタイプの客車です。
あ、これは前の車両も、あ、そう。2番目の車両は普通車型客車。こちらは冷暖房完備の窓ガラスのある車両。ありがとうございますって書いてる。本当だ。シェルパ君、初めて乗れたわ。こっちはなんかこう観光地走る感がある。あ、ベンチみたいなね。でも外に出られるっぽかったよね。え、出られる？なんかさっき出てたよね、人。あ、じゃあここか。だからここから外の風を感じられます。あ、そこ空いてるから。うん、先ほどまで歩いてきたアプトの道を見下ろしつつ、のんびりごとごとと進んでいきます。今停車しました。水道分とご列車シェルパ君にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。終点文化の駅まで片道約20分を停止しております。最急勾配は 66.7 パーメルとなっておりました。 66.7 パーメルとは、列車が 1000 メートル進むごとに 66.7 メートル上り下りするということで、当時国鉄の中でも最も急勾配の路線となっておりました。また横川軽沢間最急勾配 66.7 パーメルと先ほどご説明いたしましたが、この数値には線量や時代によって微妙な差がございます。66.7 パーメルの最急勾配が存在したのが、ただいまトロッコンコースに左側に並行して並行しておりますアップの道となっている新越三線の上り線です。ただいまこのトロッコ列車シェルパ君が走行しております新越三線下り線は最急勾配 66.4 パーミル。またさらに前の時代アップト式を使用して運行していた頃には短い区間ではありますが、68パーメルの最急勾配区間があったと言われています。いずれにせよ、鉄道では一般的には25パーメルにもなれば急勾配と言われますので、ここ横川軽井沢間の勾配が鉄道にとっていかに急な勾配だったか実感していただけるかと思います。そんなあったんだね。うん、先ほどうちらが歩いてきたところですよね。一生懸命歩いた道が、そうね、そこゆっくりと見えるのがいい。ここ横川軽井沢間の水道区間では現役時代より坂を上る列車より坂を下る列車の方が使用時間が多くかかっておりました。その理由は急な勾配は上るよりも安全に下ってくる方が難しいためであり、このトロッコ列車シェルパ君も峠のに向かう列車よりただいま走っております文化村に向かう列車の方が運行速度を落としてゆっくりと運行しております。これすごいの、ゆっくりと走ってるね。ね、時速6キロゆっくりと走ってますよ。現在森山変電所の手前を通過しております。年賀作りの建物、年賀作りの森山変電所をご覧いただけるかと思います。15.3 キロ時速10キロがありました。そして薄い東鉄道文化村に何が入ってまいります。なお本当にその際揺れることがありますので、私のお客様をお気を付けください。薄い東鉄道文化村の展示車両も車窓から楽しめちゃいます。列車のポイントを渡りまして薄い東鉄道文化村に何が入りました。右側に見えます電気機関車が薄い東武線入の263になります。また EF63 を過ぎまして店内右側には屋外展示場の展示車両がご覧いただきます。またミニSLアプト君の運行性もご覧いただきます。腕利き信号機をすすり、
水峠鉄道文化村に入ることができましたね。ねえ、最高だね。今日運転してると思わなかったから嬉しかった、ね、ラッキー。時間がなくてもはしゃいじゃいますよね。じゃあ今週中にまた綺麗な姿が見れるということで楽しみだ。のと頑張れ仕様ですよ、ね、上がるね。あ、募金箱がある。募金していこう、ね。歩いた後だといよいよなんか味がありますね。こちらはアプト七が廃止して粘着運転開始した時の記念碑だったんです。その歴史を歩いてきました。はい、はい、というわけで、はい、無事に、そうですね、踏破というのかな、してきました。いい、ね、うん、はい、あの旧熊野平駅あとまで行って、はいはい、戻ってきて帰りは温泉に入って峠の上でね、はい、私たちの先を、私は3杯で出ました。3杯だよその後、トロッコ列車に乗って、無事にまた横川駅に帰ってきました。でも実際に歩いてみることで、うん、その歴史を感じれましたね。そうだね、うん、間近に感じたもんね。薄い通り鉄道文化村に行って、うん、アプトから電化、そして今配信に至るまでの歴史というものをいろいろと見てきたんですけど、うん、実際歩いてみるとそれが改めて感じられますね。そうだね、うん、最後でも実際そのさ、最後そのトロッコ列車に乗って、うん、その配線跡を走ってきたのも良かったね。そうだね、節電も切りつつ、これだからね、良かったです。はい、というわけで、あとはお家に帰るまでが、そうですね、はい、あ、これで帰ろうと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。いいねって思ってくださった方はぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。